ジャパンタローズは埼玉県北葛飾郡松伏町に本社を置くバス、事業者。愛称はタローズバスで公式にも使用される。丸ル運輸機関の完全子会社である。社名と愛称のタローズは親会社である丸ル運輸機関の桃太郎便に由来する。埼玉県の東南部を運行エリアとし乗り入れる自治体は本社所在地の松伏町をはじめ、 吉川市、越谷市である。かつては、埼玉市にも乗り入れていた。主なターミナルは、吉川駅、南越谷駅、越谷駅、越谷レイクタウン駅。バス営業所は、松伏町の本社営業所のみで、最寄りバス停留所は、タローズ本社前。所属車両のナンバープレートは、カスカベナンバーとなる。既存のバス事業者が乗り入れず、これまで、 バス路線がない、または、大型バスではまかなえない、地点間を、物流業の経験を生かしたルートを設定し、中型、小型バスを運行している。運転手を、サービスマンと呼び、乗客に、いらっしゃいませと挨拶するなど乗務員の、接遇教育にも力を入れ、市民に便利な、親切なバスをモットーとする。埼玉県企業局が1997年、 吉川市と松部市町にまたがる大規模工業団地、吉松工業団地を造成するにあたり、用地が鉄道駅から遠いため、既存の乗り合いバス事業者に路線開設を打診した。ところが1990年代後半は、県内でもバス路線の撤退や縮小が相次いでいた時期であり、地域のバス事業者も路線を開設する余裕がなかったため断られてしまう。 そのため、東埼玉テクノポリスへの入居が決まっていた、丸は運輸機関にシャトルバスの運行を依頼し、同社も地域への社会貢献という観点からこれを受け、シャトルバス運行のためジャパンタローズを設立した。翌1998年には特定バス事業の認可を得て、東埼玉テクノポリスの稼働開始と同時に、同年5月から吉川駅と、 東埼玉テクノポリスを結ぶ従業員輸送シャトルバスを運行開始した。同1998年12月、県道67号のバイパス部分に大落ち、琴音川の触れ合い橋が開通した。この橋を渡り南下する短絡ルートで、鉄道路線のない松伏町と JR 武蔵野線南越谷駅を結ぶバス路線の開通を考え、 行政が既存の乗り合いバス事業者に打診したものの、再三面からやはり断られてしまう。そこでジャパンタローズに運行を依頼したが、当時の乗り合いバス事業は免許制で、新規事業者の参入はハードルが高かった。ジャパンタローズは2000年の規制緩和を待って、貸し切りバス事業の認可を取得し、2002年12月には、乗り合いバス事業の認可を取得した。 2000年の運行開始当初は当初は小型バス4台でスタートしたが、松伏町から南越谷駅まで最短で結ぶバス路線だったこともあり、開業当初から乗客が増え積み残しも発生した。そのため2002年には中型バスを4台増車し、乗り合いバス事業認可を受けて2003年には南越谷線を3系統に増やした。その後も、 路線と車両を増やしている。2011年からは貸し切りバス事業も開始した。乗車券類は定期券、専用回数券があり、タローズバス本社のほか丸和運輸機関、沿線の商店で取り扱っている。パスも等の乗車カードは導入していない。路線バスの停留所停留所ポールもピンクに。 統一されている、浦和美の線は当初は25往復運行していたが、沿線宅地開発が進まず、乗客数が伸び悩み、休止時点では1.5往復まで減らされていた。浅間台駅発着系統は、沿線住民の署名活動などにより、浅間台駅線を開設したが乗客数は伸び悩み。 大杉公園通り線約間を短縮した、上まくり循環線を運行するなど改善に努めたが、好転しなかった。各系統とも2018年7月1日付で、休止。浦和みその線は2019年7月1日に、廃止された。2011年8月1日より、貸し切りバス事業を開始した。路線バス車両費の、 レインボー HRKKHR1 ヤッキー2003年式路線バス車両は2007年10月31日時点で19台2012年3月31日時点で25台保有している路線車は中型小型ノンステップバスである2003年からは希望ナンバーで導入しているバスのボディカラーは桃太郎にちなみピンクで車体前面側面 後面に白いタローズのロゴ、側面に白とグレーのストライプが入る。車体に車番は表記されていない。当初は日野自動車製の車両を導入していた。2000年式の日野、レインボ HR が5台在籍し、定員37名の車両が1台、定員35名の車両が4台存在する。2000年10月に運行開始した松伏町、循環バスでは、 専用車として赤白、ツートンカラーに、松伏町のゆる、キャラ、マップが描かれたレインボー HR を使用していたが、これは、松伏町が所有する自家用バスであった。同年11月に、松伏町の要請により運行を開始した路線バスの、際には車種を統一し、同系同年式の車両を4台導入した。その後、松伏町循環バスが、運行終了したため、 専用車は、ジャパンタローズに移籍して、塗装変更の上、路線車として使用される。この際に、事業用ナンバーに変更となるため、希望ナンバーを取得して、数字を揃えた。松伏町からの譲渡車は、定員37名、自社発注車は、定員35名で、車椅子ステッカーの位置など、微妙に仕様が異なる。しかし小型車では、 積み残しが発生したため、乗り合い免許取得後の2003年4月、中型車の日の、レインボー HR を4台増車した。翌年からは三菱不走製の車両に切り替え、2004年に、エアロミディ MJ を4台導入。2006年には、エアロミディ MK を5台、2007年にもエアロミディ MK を1台導入した。2006年の浦和味噌の旋回業に際しては、 浦和レッドダイヤモンズカラーの車両が用意された。2006年式と2007年式のエアロミディ MK で、車体色は浦和レッズのチームカラーである赤、車体側面には浦和レッズのロゴとマスコット、後面にはエンブレムが描かれている。これは、マルワ運輸機関が2006年から浦和レッズのオフィシャルパートナーとなった縁から、マルワ運輸機関側からサポートの一環として、 デザインを依頼したもので、浦和レッズなど、三菱グループ関連企業によるバス広告ではない。2006年10月7日に埼玉スタジアム2002でのお披露目を経て、浦和味噌の線の運用についた。その後は、エアロミディの生産終了により、三菱不創生バスのラインナップから中型、小型車が消滅したため日野車に戻り、日野、レインボー2、日野、 ポンチョを導入している。2020年にはレインボーを導入した。貸切バス車両は、中型観光バスの日のセレガ、マイクロバスの日のリエッセ2を保有する。ありがとうございます。